ばんは。こんばんは。わー、ありがとうございます。よいしょ。じゃあ始めます。こんばんは。9月17日木曜日の木曜日を担当させていただきます、北川ゆりです。よろしくお願いします。こんばんは。皆さん今日何してましたか？お仕事お疲れ様です。テレワークか。ケーキいいな。おお、そう、そう、髪伸びました。あ、伸び切りました。こんにちは。切ってはないかな。なんかこれ私花柄だと思って買ったんですけど、なんかいや花柄だと思って、でもクマみたいな柄だな、なんか花柄なのにクマみたいな柄で可愛いな、じゃあクマ柄だと思って着ようって思って買ったんですけど、そしたらなんかよく見たら一個一個に顔が書いてあって、多分本当にクマ柄だったんです。だからなんか願えば叶うんだなって思いました。ありがとうございます。襟もついてて、ゲームのシャツもありがとうございます。そうお、だからもうなんかクマだらけみたいな、かわいいですね。はい、ではあ、では昨日のミオナさんからの宿題をやらせていただきたいと思います。あ、ミオナさんからの宿題は、ゆりへ最近発見したことは、ミオナハートって書いてあります。やった、ハート。最近発見したことですか？嬉しいな、ゆりえっていうのが嬉しいです。この間ミオナさんにお洋服いただきました。嬉しかったです。最近発見したことですよね。でも小さいことだと本当にクマ柄だったってことですし、大きいことだ、なんか自分とかに関することだったら、なんか自分負けず嫌いだなってちょっと気づいたりしたことが発見かなって思いました。そう、ミオナさん優しいです。あとはなんだろうな、そう、なんか一番最初に負けず嫌いかもなって思ったのがプリンシパルだったんですけど、なんか最近も結構それを感じてて、そう、確かに前からではあるけど、でもこの間クイズ番組Q様に出させていただいた時に、なんか個人的には結構反省点とかがいっぱいあったので、なんかもっとできるようになりたいなとか思って今すごい勉強してて、だからなんか
そういうところで気がつきました。あと何があるかな。あ、でも昨日曇り空だと思ったんです、私は。でなんか空見てて曇りだなと思ったんですけど、そしたらなんかこれくらい晴れがあったんです。でなんかこれくらい晴れがあったのを写真に撮って拡大したらもう晴れみたいな感じだったのがちょっと嬉しかったです。あ、それも発見ですね。はい、じゃあそろそろ次の話題に移ります。じゃあ9月9日に、あ、そう、さっき思ったんですけど9月17日って私言ったんですけど、今日がでも9月17ってどっちの方がいいかなって思いました。で、なんか思いました。すごいどうでもいいですけど、私はなんか準備体操とかで数えるときは7って数えてました。あー、7日。でもなんか17だと11と結構なんか混ざる、同じ風に聞こえるから、なんか7の方がいいかなと思うけど、結構皆さん7が多いですね。ということで、9月9日にリリースされた乃木坂46の第2弾ミュージックビデオ MV 集オール MV コレクション2、あの時の彼女たちについてお話したいと思います。こちらに実物があります。まだある。これじゃ。まだ。あれ。すごいいっぱいありますね。素敵な瞬間。ああ、あった、危ない。こんな感じです。手と比べても大きい。で、すごい素敵な瞬間がたくさん切り取られてるこの表紙になっていますが、あ、全部で67曲も収録されてて、されてるんですね。あ、そう、私たち4期生はこれミュージックビデオをこう見ながらコメント、ビジュアルコメンタリーっていうのを撮らせていただいたのが乃木動画で配信されているので、ぜひそちらもご覧ください。4期生曲は4番目と図書室大使かなと思います。私好きなミュージックビデオたくさんあるんですけど、ハルジオンが咲く頃も好きですし、でもどれに入ってるっけな、なんか私ないものねだりがすごい好きで、曲としてそのミュージックビデオがこう ブルーレイ DVD に入っているので、それをぜひ私は何回も見たいと思います。なんか私が中3高1みたいな頃だったんですけど、すごいたくさんずっと聴いてて、そう、本当にいい曲なんです。ミュージックビデオも素敵だし、
なんか結構大変だったんですけど、その時いろいろなんか人間関係とかでも、なんかすごい何回も聞いてすごい救われてました。ずっと聞いてました。そう、私もです。あと、そうですね、でもアイシーは一番最近撮らせていただいて、いただいたミュージックビデオだったんですけど、4期生で。どうですか皆さん、なんかこのシーンが印象に残ってるとかありますか？あー、あやみちゃんの前のこれがペロってなるやつ。私が印象に残ってるのはなんかセイラとヤンちゃんとカフェで話してて、なんかまゆたんがそこに来るっていうシーンがあったんですけど、なんかそこでなんかみんなでこうやって笑ってるっていうシーンだったんですけど、なんかゆりちゃん話しててって言われて、それなんか頑張って盛り上げたっていう印象があります。あと走るシーンとかもなんか最初ゆっくり走っちゃってたみたいで、もうちょっと早くって言われました。何の話したかな、何の話したか覚えてない。あ、でもなんかコーヒー飲めるか飲めないかみたいな話とか、でもなんか最後はもうなんかその撮ってる時あんまり喋って、その合間とかには話すけど、撮ってる時はあんまり話さないようにしてたので、もうなんか気合でもうなんかそういう楽しい空気を送るみたいな、もうこのなんて言うんですか、パワーを送ってました。私は飲めない。そう、気合でみんなが笑顔になれるように頑張ってました。止まっちゃった、大丈夫か。おお、そう、飲める人いたかな、忘れちゃったな。もうなんか結構緊張してたのでみんなの話忘れちゃいました。前髪がこっち行っちゃう。まあいいや。で、あ、そうですね、最近の近況報告とかしましょうか。そうですね、乃木動画で、あ、4期生の見立て会が配信されているそうで、ぜひ。でもなんかすごい緊張してたので、あの時、あ、でも楽しかったです。多分もうなんか記憶がそう、私はとなんか自己 PR、 自己紹介なんか1分だっけ、何分か時間をいただいた時に英語を話して、その後ポエムを読ませていただいたんですけど、空についてそのポエムを作って読ませていただきました。そうなんです、懐かしいな。あれをノートに書いて自分で見て、英語は何話したかな、なんかアメリカで生まれてなんか小さい時行ったり来たりしててみたいなことを話したような気がします。でもなんか
髪が多分結構短くて、その頃前髪もパッツンで、なんか今とは結構髪型違うかなって思います。うん、乃木坂工事中とかもなんかあのなんだっけ、そうアメリカで生まれたから不思議な雰囲気だった。なんか懐かしいですね。そうそう、髪型で言うとこの間乃木坂スキッズの時に前髪を分けて、またなんかブログとかで前髪分けてみようかなって思いますけど、今日は短いから多分パサパサってなっちゃう、わーって戻ってきちゃうと思います。うん、でもあれもなんか乃木坂スキッズのあの勝也っていうコントに出させていただいて、それが今週放送だったんですけど、なんかその英語を話すのは大丈夫なんです。でもその本当に前髪を上げたっていうのが緊張しすぎちゃって、あのその始まる前とかにすごい緊張してって、したらなんかマネージャーさんとかにもすごい、あ違う4期とかにもすごい手冷たいねって言われました。でも多分それはいつも冷たいと思います。ではね、あ、Q さんもありがとうございます、見ていただいて。うん、先月の31日、もう2週間以上経ったんですね。長い。あ、長い、早い。うん、いやなんか緊張したんですけど、でも楽しかったです。なんかもっと頑張ってまた機会をいただけるように頑張りたいです。うん、そう皆さんすごい優しかったです。うん、なんかそう皆さんなんか私一番年も下で一番後輩だったし。そもそもその4期生と別にテレビに出させていただくっていうのも初めてだったので、すごい緊張してたんです、始まるまでは。でもなんかその同じチームの方々とか皆さん本当にすごい話しかけてくださったり、優しくてレナさんもノートまとめてくださったり、電話してくださったり、そう高山さんもなんかずっとこうやってやってうなずいたり、私が話した時にうなずいたり、なんかニコニコしててくださって、私はすごくそれに救われました。うん、そうちょっとでもなんかもっとやっぱりもっと声を大きくしたいなって思います。でも今も勉強してます、頑張ってます。そうなんです。なんか、うん、あ、そうですね。スクールブロックも出させていただいて、私、Q様もずっと見てたんですけど、スクールブロックもずっと、中学生の時から聞いてたので、なんかそこに自分がなんか出させていただいてるっていうのが信じられなくて、嬉しかったです。楽しかったです。うん、動物のクイズ面白かったですよね。なんか CGAI、 私人工知能すごい好きで、ロボットとかすごい好きなので、あの動物のクイズも AI が判定してるっていうので、おーってすごいなんかワクワクしちゃいました。うん、そうです。あ、危ない危ない。そうですね、結構ラジオは聞いてました。うんうん、動物も好きなので楽しかった。動物飼いたいです、すごい。なんか結構なんか動物
と仲良くなれる気がするので、買いたいんです。でも植物とかも買いたい。一番買えたらいいなって思うのはやっぱりスローロリスとか、でもナマケモノとか買いたいんですけど、でも難しかったら犬が飼いたいです。そう、サボテンも飼いたいです。うん、なんかもう動物園始めたいです。あ、間違えた。うん、あ、なんか友達、あ、何だったんだろう、あれ、なんかアメリカに住んだ時になんか友達がすごいの飼ってたんです。何だったんだろうな、わかんないんですけど、その日本語でなんていうかわかんないんですけど、なんか結構大きい爬虫類を飼ってて、なんかかっこよかった、なんかいいなって思ってました。なんか同い年の女の子でこんなに大きい爬虫類を扱えるっていうのが羨ましかったです。私もいつか飼ってみようかな。日本はダメとかあるのかな、大丈夫かな、大丈夫だったらいいなって思います。あ、のぎおび選手権をそろそろやらせていただきます。今週の競技はワニワニロシアンルーレットということで、このワニだと思うんですけど、あ、おなじみなんですって。おなじみのこのワニの歯を噛まれずに何本押せたかを競います。週の中で一番多くワニの歯を押せた人にご褒美として素敵なプレゼントがもらえます。おー、私今までこれ1位になれたこと1回もないので、今回こそは1位になりたいなって思います。なんか今までやってきたのって結構全部スピード勝負だったので、それが敗因なのかなと思ってたんですけど、これは違いそうなので、押す、順番に押していけばいいんですよね、好きなところ。じゃあ押します。あ、今の1位はレノさんの10本ですね。すごい、全部で歯何本あるんですかね。5、6、7、8、9、10、11、13本。え、じゃあ3本しか残さなかったってことか。結構大変だ。すごい、ミオナさん1本っていうのも逆にすごいですね。じゃあ始めます。え、口の中ってこうなってるんですね。本当のワニって歯何本あるんだろう。まあいいや、じゃあいきます。平気、1本、2本、3本。あー、もう勝ちたい、絶対勝ちたいな。どこが怪しいんだろう。決まってるのかな。でも端っことかにはしない気がするんですよ、こういうのって。だからちょっと4本。なんか微妙な、真ん中らへんもない気がする。だから、あ、びっくりした、あんまりびっくりしなかったかな。でも何本か忘れちゃったので、何本でした。なんか今すごい変な、なんかびっくり、なんかこの子だってこんなに頑張って、なんか怖そうな顔してるじゃないですか。だから本当に怖がったらかわいそうだと思うんです。あんまりびっくりしないようにしたんですけど、でもちょっとびっくりして何本押したか忘れちゃったので、とりあえず名前を書きます。今日はちょっとかっこいい感じに書いてみます。何本？5本。ありがとうございます。でもワニこうやって怖い顔してるんだったら驚いてもらった方が嬉しかったんですけど、ちょっと大きくなっちゃった。あー、勝てなかったな。
でも5ラッキーナンバーなのでいいかなと思います。 OK。 引き算だったら8、13本だから、あ、でも8も8が中間生まれだから、じゃあ5と8って一番いい13の分け方を私はしました。ちょっと名前大きくなっちゃって、次の日明日の方申し訳ないです。ということで、ここで明日の乃木曜日担当の林瑠奈ちゃんに宿題を出そうと思います。何がいいかな、何がいいですかね。宿題はこれか。ルナちゃん結構よく話すんですけど、何がいいですかね。なんだろうな。あんまり難しい宿題って、そう、よく話してるんです。なんか音楽の話とか、でも白目はよくやってるからな、なんか意外なことがいいです。あ、レイラン、でもな、あ、それいいかも、でもいや、なんか難しくて、でも皆さんすごいいろいろいい面白いのをたくさん、あ、いいですね、黒ね。じゃあそうしましょうか。なんか白目、自分が思うなんか、あ、OK、決めました。ありがとうございます。あ、名前書いてない。あ、どうしようかな。でもモノマネとかもいいですね。モノマネもしてほしいかも。なんか名前書くの忘れちゃったから、ちょっとスペース配分が変になっちゃったんですけど、なんかあれですね、手紙とか書くときは背景とか始めて一番最後に相手の名前書くからいいけど、ちょっとここはここに詰めちゃいます。書けました。ちょっと字汚いな、まあいいや。ルナちゃん、こんな感じですね。 OK、いい感じ。ペンが倒れました。でも別に大丈夫。確かに他の動物とほとんど黒目ですもんね。そう、 OK です。そう、自分の思うので OK ですってことです。だからいつも白目をたくさんやってくれてるから、ちょっと白目って結構体力使うじゃないですか。だから白目をお休みして、逆にお願いしますっていう感じですかね。ということで、早いですけど乃木曜日木曜日もう終わりのお時間です。そうですね、なんか一人で話すのことってなかなかないので緊張してたんですけど、楽しかったです。ありがとうございました。明日の乃木曜日は林瑠奈ちゃんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それでは今日のお相手は北川ゆりでした。さようなら。またありがとうございました。